おはようございます。 MJWS です。今日は大阪府は大阪モノレール沿線のですね、終点になります門真市駅に来ています。大阪モノレールでは2033年を目標とする雨竜堂までの延伸工事というのを今進めてるんですが、まあ、この最新の工事の進捗の様子をお伝えするということでですね、今日大阪に入ってます。それでは早速ここから9キロ歩いていきたいと思います。よろしくお願いします。今歩道橋の上に立ってるんですが、正面の軌道が大阪モノレールの現行の軌道末端部ということになってます。ちょうど左右がですね、上り線下り線と、中央の真ん中の線がモノレールの折り返し線ということになっています。まさに今ですね、モノレール車両は止まってますが、ここで折り返して、Y 字の分岐地を返してですね、今度は大阪空港方面に向かう線路に入っていくということになります。ちょうど車両が発進します。今多くの都市モノレールの運行会社さんではですね、先頭車の先頭のスカートをまっすぐ切ってます。積雪対策なんですけれども、このおかげでタイヤの様子がよく見えるという構造になってます。今こちら大阪モノレール雨竜堂延伸ルートの起点になります P980 の真上になります。支柱は門型の支柱で配置されてまして、ここから先ですね、2景間連続高軌道桁が約84メートルつなぐ予定です。支柱はこの間中間の桁とその後ろの P910 支柱までつながるという構造になってます。で、正面交差点があるんですけれども、ここはモノレール橋、いわゆるですね、箱桁の上に BC 軌道桁を乗せるというタイプの橋が架けられる予定になってます。今ちょうど大阪保証信用協会のビルの真横の地下通路入り口にいるんですが、P910 支柱の支柱の位置はですね、ちょうどこの位置になります。ここに門型のですね、レフトサイドの支柱が立って、要はこの上に支柱が1個立つということですね。で、今ランプ線が見えてますが、もう片方のライト側の支柱はこの奥手にできる予定になってます。今交差点をですね、地下通路で渡ってきました。ちょうどこの真上にモノレール橋が配置される予定です。モノレール橋の構造ですけれども、約90メーターで間の支柱はなしというところでですね、一本の橋の上に今 PC 軌道桁を乗せて走るような橋が建てられるということになってます。ここに配置されるモノレール橋の後ろ側ですね、雨竜堂側の支柱につきましては約この辺りに配置される予定になってます。で、ここから先はですね、約20メーターから22メーター、この辺りにちょうど支柱が並んでいくということになります。ちょうど今、絵面でいうとこの左手に駐輪場見えると思うんですが、この歩道橋と駐輪場の間に支柱がそれぞれ配置される予定ということのようです。ただ、今回参照している設計図がですね、ちょうど今年の初めに構造変更がなされた箇所が何点かあるんですが、それより以前のものを使用してますので、何箇所かについてはですね、多少設計の変更がなされているので、構造が違うところも出てくるかと思いますが、そういったベースに説明をしていきたいと思います。こちらがですね、仮称松尾町駅の設置予定位置になります。ちょうどこの真上に駅舎がですね、1つ配置される予定になっています。で、今松尾町駅の設計業務っていうのが令和7年の2月26日エンドでなされてまして、これ以降に建設が開始されるということになろうかと思います。今横断歩道橋の上を歩いてきました。松尾町駅の入り口はですね、ちょうどこの位置になる予定です。現在柵というか壁がされているんですが、将来的にはここが取っ払われてですね、この真横に松尾町駅ができるということになっています。今先ほどの正面のエレベーターの1階に来てるんですけれども、この図通りであればですね、この上の歩道橋はなくすようですね。で、この奥に新たに向こうにつながる横断歩道橋を設置するということのようです。ちょうどこの正面、矢印出せますかね。はい、ここがちょうどこの位置ですね。今出っ張りが見えると思うんですが、この図で通りでいくと、この右手の今緑色に見えている横断歩道橋はなくなるということのようです。はい、ということで松尾町駅を後にしてですね、この後に新設されます仮称河野池新田駅に向かって進んでいきたいと思います。で、この先しばらく工事というか変化がなかった区域になるんですが、いよいよここ 1,2 年でですね、一気に工事が開始された区間でもあります。道路上の現状がどういう状況かというとですね、まだ工事は開始されてませんが、現在我々は PC 軌道桁の軌道の真下ら辺を歩いているということになります。で、正面交差点見えていると思うんですが、あの部分については3景観の連続高軌道桁が配置されて、大きな緩やかなカーブを描いていくという構造になる予定です。
松尾町駅を出てしばらくするとこのように中央分離帯が出てきます。モノレール軌道はですね、まさにこの中央分離帯に沿うように、もともと歩道だった位置から遷移して中央分離帯上に支柱の位置をずらしていきます。なのでちょうどこの真上をモノレールが走る景色が見えるということになりそうです。はい、前回ミーさんと歩いた時ですね、木にサインがしてあって伐採するんじゃないかという話をしてたんですが、ちょうどこの正面の位置が P941 支柱の位置になります。おそらくこの関係で伐採するということなんだろうと思います。で、今軌道桁はですね、連続高軌道桁から PC 軌道桁区間に変わっています。でちょうどこの建物の端っちょのですね、中央分離帯、あの位置になると思いますが、あそこが P945 支柱になります。右手から来た PC 軌道桁からですね、でこの位置から連続高軌道桁に変わっていくということになります。ここから先ですね、この中央分離帯から奥手の緑地帯部分に軌道桁を遷移していくということになります。構造としては2景観連続高軌道桁で、支柱の開始がこちらの P945 からですね、中間の P946 を介して奥手 P947 支柱につながるものということになっています。さらにその奥手もですね、2景観連続高軌道桁が配置される予定で奥手に遷移していくということになっています。奥手支柱が見えてきたと思うんですが、あの位置が一番手前の支柱が P949 支柱ということになります。あの位置まで連続高軌道桁でつなげていって、ここから先は PC 軌道桁ということになるわけですね。で、校区は現在松尾町校区なんですが、奥道路が上がっている位置が見えるかと思うんですが、あの位置から先が桑西新町校区ということになっています。ちょっと距離寄ってくると構造が分かりやすいので軽く紹介しておくとですね、正面の支柱が P949 支柱ということになります。右手の方が段差がついてて少し高さが低いかと思うんですが、高軌道桁の方が軌道の高さが高いので、あの位置で右手から来た高軌道桁と PC 軌道桁の高さを合わせるために、ああいった風に段差がついているということですね。で、これ以降は PC 軌道桁でつながっていきますので、段差がついてないということが画像からもお分かりいただけるかと思います。あとですね、松尾町航空については、松尾町駅が新たに追加されたということもあるんですが、詳細設計付き工事として令和8年の2月27日までということになってますので、こちら今支柱がよく見えると思うんですが、右手の支柱の建設はこれからということになりそうです。立体交差道路の向こう側に高軌道桁が見えてきていると思うんですが、あちらがですね P957 支柱と B957 という軌道桁になります。P958、P959 までが2景観連続高軌道桁として配置されているということになります。でこの先また PC 軌道桁に戻るんですが、 PC 軌道桁の製作自体は今年の10月以降だったと思いますが、これ以降に建設が開始されるので、まだ軌道桁が乗るのはこれより先ということになります。今ちょうどこの位置からですね、桑西新町校区に入っていきます。桑西新町校区の武竜道側については PC 軌道桁製作場の工事が行われています。いよいよこちらもですね、工事が完了に向かっているという状況です。でこの PC 軌道桁製作場なんですが、今年の10月まで工事が行われて、これ以降はいよいよ PC 軌道桁の製作工事に入っていくということになります。予定では11月からですね、最終的に2027年の9月まで軌道桁を作り続けるという計画になっています。正面に見える建屋がですね、廃菌場とモールド場、その奥手に養生室が配置されるような構造になっていて、両脇に見えるレールがですね、門型クレーンを動かすためのいわゆる普通の鉄道の機場が貼られていると思うんですが、そういうレール用の機場が配置されているということになります。これ今軌道桁製作工場脇なんですけど、見えますかね。ラーゲルにアンカーケースに奥手フィンガープレートが見えますね。ただこれ全部じゃなくて、奥手高速道路の下にも大量に置いてあるので、意図的にこういう配置にしてるんでしょうね。この辺りも支柱が完成してしまって工事に動きないかと思ったんですけど、これ右折用の車線今作ってますね。長らく多分封鎖してた部分なんでしょうけど、この感じだと多分結構すぐできそうですよね。右手に抜ける右折レーンが新たに設置されるようです。で今奥手に高軌道桁が見えてきたと思うんですが、あちらが B968 をベースとするですね、3景観連続高軌道桁ということになっています。これ結構すごいですよ。奥の方まで掘ってますね。
このレーンの部分って多分今までなかったんでしょうね。あ、中央分離帯だったんです。今から一番下の何だろう、路盤材とかからやってる感じなんです。正面爆音みたいな見えますけど、すごい深いところまで掘ってますね。この高輝度桁も結構高輝度桁としては早い時期に乗った高輝度桁なんですが、ここからまああと5年近くですね、他の高輝度桁や高輝度桁が廃止されるのをひたすら待つということになりますね。こちらも早いうちから完成していた支柱とですね、最近乗った高輝度桁ということになります。右手の支柱が P971 支柱と、交差点を渡ったこちらの支柱が P971 支柱ということになります。ここから先ですね、すでに支柱生えてますし、感覚的に分かりやすいかと思うんですが、 PC 軌道桁が配置されていく区間ということになります。で、一番奥手にできる PC 軌道桁と高軌道桁の境目ができるんですが、そちらの支柱が P978 支柱というところで、ここで桑材新町工区は終わりということになります。今真ん中にランプ線が見えてると思うんですが、正面に見える支柱が P977 支柱ということになります。あの正面ですね。さらに左手におそらく高支柱になるかと思うんですが、 P978 支柱が立つ予定になってて、ここで手前から来た PC 軌道桁と高軌道桁が切り替わるということになります。で、高軌道桁については道路の中央分離帯から左手の歩道に渡すためにですね、2景間連続高軌道桁で約100メーターの高軌道桁が配置されるということになります。で、この位置がですね、門真南駅に遷移してくる高軌道桁の配置位置のちょうど下面部分になると思うんですが、この周辺の歩道上にですね、支柱が一つ立つ予定になっています。あの階段の正面位置がですね、P980 支柱ということになりますので、おそらくこの中になるかな。で、ここまで2景間連続高軌道桁でこのランプ線を越えてきたモノレールの高軌道桁はですね、この支柱で PC 軌道桁に切り替わります。で、それ以降クロスオイド曲線を描きながら門真南駅に到達するという構造になる予定です。この辺りに支柱が立つようなので、ちょっとそこだけ見ていきたいと思います。ボーリング跡がないですね。おそらくここに支柱が1個立ちます。で、支柱ナンバーとしては P983 っていうことになるんでですね、とこの周辺ボーリングした跡があればいいなと思ったんですが、見た目上はないですね。なのでモノレールの軌道はですね、この P983 とこの直後に配置されます、P984 支柱で、さらに高軌道桁に切り替わって、駅に突入していくということになります。とこちらが今ランプ線の支柱になります。と計画ではこの右にですね、もう一個高速道路関連の支柱が立つ予定になってて、とモノレールの支柱はそのちょうど奥手ですね、今まだ特に何もないんですが、あの原っぱの中心位置、杭が一個刺さってるんですが、おそらくあの位置にモノレールの支柱が立つんじゃないかと思います。でもここクロソイド曲線を終えて、駅舎の構内に入っていくような軌道になっているはずです。で、連続高軌道桁で抜けてきている区間ということですね。今の位置で支柱を介してこの川を高軌道桁のまままっすぐ越えていきます。で、今度川の向こう側にもう一つ支柱ができて、そこからさらに PC 軌道桁に切り替わるということのようですね。ちょうどあの正面の支柱の右手ギリギリに、軌道が片側の軌道が配置されてますので、今度あちら側にも支柱見えると思うんですが、あの支柱の左手ギリギリに軌道が配置されます。今私が立っているこの真上がモノレールの高軌道桁で越えていく区間ということになりそうです。なのでもう正面は駅舎門真南駅が見えている状態ということですね、将来的には。今比江島橋から渡って、川を渡ってですね、駅の進入部分に来ているんですが、とこの正面右手に BP12 という支柱が見えているんですけど、この奥手ですね、あの奥の小屋みたいなものとこの BP12 支柱の間に P986 支柱が配置される予定です。ここで軌道桁は高軌道桁から PC 軌道桁に変わりまして、すぐに駅舎に入っていくということになりますので、この BP12 の支柱の右手からですね、駅舎が始まるということになります。具体的な位置でいくとですね、正確見に行くとまさにこの位置ですね。ここから門真南駅の要は門真市側が始まるということで、奥手が雨竜堂方向になるということになります。はい、今歩道橋を登ってきてます。
この正面にですね、先ほど紹介しました P986 支柱が、建設されるはずなんですが、であと門真南駅の駅舎なんですが、この折れ角部分なので、ちょうど駅舎はですね、この位置ですね、この位置が門真市方向を見ると駅舎のちょうど右手部分になりますが、もう駅舎に入っているという状況になりますですね。こちらは雨竜道側です。雨竜道方向を見て、今駅舎の左手の端っちょを見ているということですね。なのでここまでが駅舎になるということになります。でここですね、歩道橋の途中降りる部分があるんですけど、末端部手前なのでおそらくこの位置だと思いますが、この真上すでにモノレールの駅舎になってます。で駅舎自体はまだこの向こうに続いていくので、ちょっと今イメージがしづらいので簡易的にご説明したんですが、おそらくこの奥手がですね、駅前広場になって、そこに改札が設けられることになるんじゃないかなというふうに思います。でこの先に配置されます P983 支柱までは2景観連続高軌道桁で、越えていって、その後さらに4景観連続高軌道桁で、中央分離帯の緑地帯まで遷移していくという構造になるようです。正面が門真南駅の設置予定位置になります。駅舎自体は奥の道路まで張り出すんですが、実際の改札階はですね、この正面の広場に配置されることが予定されています。で門真南駅を出たルートはですね、すぐに高軌道桁に切り替えまして、まずは2景観連続高軌道桁で、あの正面の緑地帯部分まで移動します。そこからさらに高軌道桁を切り替えて、4景観連続高軌道桁で、中央分離帯の方まで遷移していくという構造になります。今この奥がですね、 P997 支柱が建設予定の位置になります。この交差点を越えるとですね、工区としては末端大宮工区に入ります。この先ですね、奥支柱が見えてると思うんですが、あれ何してるかというと、 P999 以降の PC 軌道桁用の支柱が、軌道があそこから入っていくんですが、あの支柱工事をやってるということになります。ちょうど正面がですね、図面通りに行けば P999 支柱になります。これ以降1000、1001、1002とですね、今支柱が建設されていっている状況です。まあ、定例ですけど、あの横断歩道橋からコースの様子を見たいと思います。ちょうどこの横断歩道橋、末端大宮工区が丸ごと見渡せるんですが、いよいよ支柱も立ってきてですね、標高がかなり上がっていってるのがよくわかります。門真南駅を出た支柱はですね、まあ、駅舎などだいたい支柱って高さ下がるんですが、この位置から一気に駆け上がっていって、奥のランプを越える関係で支柱の高さが高くなってます。ここもあの立つ前からずっと追ってきた支柱なんでですね、比較の絵を入れておきたいと思います。もうこんないっぱいになってますね。で奥手の4本もまだ基礎やってた状態だったんですが、まあ、いよいよ排金が完了して、もう上の方まで打設終わってますね。こっちも同様です。あの一番奥の4本が完成したら、この辺りもいよいよ完成ってことですね。でこの正面ですね、段差がついてて、先ほどもご紹介したんですが、こちらは高軌道桁が乗ります。他の位置と違って単純高軌道桁と言われる一本ものの高軌道桁になる予定で、配置としては B1008 高軌道桁ということになろうかと思います。長さは 30m ですね。この間までカバーで見えませんでしたけど、もう打設が完了して養生シート貼ったものになってますね。奥手の2本も遠目から分かりませんでしたけど、打設が終わってます。まあ、いよいよこの辺りの支柱工事も終わりってことですね。今正面にですね、大道鶴見でいいのかな、ランプが見えてますが、モノレールの軌道はですね、この真上で、このランプ線を越えてきます。ちょうどこの真上あたりになると思いますが、でこの左手真ん中のですね、中央分離帯に軌道を遷移させて、ここで、その料金所の部分をまあ、越えるというか、かわすというか、左手でかわしていくような線形になります。でこの直後ですね、ランプ線の奥からまたさらに高速道路の中央緑地帯部分まで戻っていくという、ちょっと一周ここを迂回するような線形になるんですが、ここにも支柱が建設される予定になっています。で支柱ナンバーとしては門型の P1021 と、単支柱の1022ということになりますが、この2本の支柱で越えていきます。で軌道桁はそれぞれですね、60m、44.5m、60m の連続高軌道桁と、その後さらに P1123 支柱よりですね、3景観連続高軌道桁となりますが、これで、さらに超えていくということになります。
今そこの先の立体道路まで来てるんですが、とこの手前が1022とですね、ここが1023になりますね。の支柱が奥手に立ちます。でこの1023については逆 L 字で支柱が立てられる予定で、このまあ道路の真上を越えていく高軌道桁を支えるという線形になります。で軌道桁はここで切り替えられてですね、3景観の連続高軌道桁で、この手前側奥に見えているあの緑地帯部分に支柱の位置を戻していきます。また奥支柱が見え出したかと思いますけれども、こちらはですね、高軌道桁から PC 軌道桁に切り替わって以降の支柱ということになります。この辺りレンジがほとんど 22m 軌道ということで、ちょっと長めのスパンになってますが、この先途中からですね 18m 軌道に切り替わります。標高が変わっていく部分っていうのが強度が多分足りないだと思うんですが、ここが 18m になる予定で、上がりきって以降はまた 22m PC 軌道桁に切り替わる予定になっています。この辺り安田工区って言って、この工事の一番初めに始まった区間なんでですね、もう支柱としてはですね出来上がってだいぶ経つという状況になります。安田工区の途中ポンプ場が出てくるんですが、あそこのちょうど画像の正面の軌道桁から、こちらは3景観連続高軌道桁ということでですね、トータル 170m になる予定です。でこの3景観連続高軌道桁でその正面の寝屋川だったと思いますが、寝屋川を越えていきます。で越えて行った時点でまた PC 軌道桁に切り替えて、クロソイド曲線を描かした後に鴻池新田駅に突入していくということになります。で今回鴻池新田駅手前でですね、 JR 学研都市線を越えていく関係で、ここ単純高軌道桁が1本配置される予定になっています。はい、ここで大阪モノレール雨竜道延伸ルートは寝屋川を越えます。この右手の支柱はまだ高軌道桁で進んでいっている状況ですね。で川を渡り切ってすぐになるんですが、 P1047 支柱が配置される予定です。でこちらの工事まだやってないようなので、今から支柱が立っていくと思われます。でここから先ですね、正面の交差点までは PC 軌道桁で配置が予定されています。でちょうど奥の交差点とその奥に学研都市線が JR 学研都市線が配置されるんですが、ここについては高軌道桁で越えていくということになります。寝屋川を越えてですね、ちょうどこの支柱からクロソイド曲線が始まります。その関係で、支柱上のですね、アームの部分なんですが、軌道桁の配置が広がっていってるのが少しお分かりいただけるかなというふうに思います。いよいよ駅舎工事もですね、本格的に着工されまして、この辺りも大々的に工事が進み出したという印象ですね。で鴻池新田駅につきましては、令和6年つまり今年の3月25日に着工されまして、令和10年の2月29日までが工期というふうになっています。ここも工事の関係で樹木が伐採されてまして、かなり見通せるようになりました。もともと木がですね立ってたのでよくわからなかったんですが、もういよいよこうやって駅舎の工事も進んでいるということがよくわかります。で鴻池新田駅になるんですが、工事の駅舎の延長ですが、長さが 275.5m、 駅舎の基礎部分については場所打ち組で22基の支柱が建てられる予定になっています。この直後に駅舎が建つわけではなくて、ちょうど正面のあたりになります。あそこからペデストリアンデッキが手前まで伸びてきてですね、こっち側の交通広場まで下ろされるということになっています。でこちらも手つかずですけれども、上物の解体が終わって今広場になっています。こちらが鴻池新田駅の駅前交通広場になる場所ということになります。で次の駅は荒本駅になりますが、この間の支柱工事もいよいよ本格的に始まったということでですね、この辺りも見つつ歩いていきたいと思います。